切り詰められますから。俺は元の仕事に戻る。はい、何代にもわたって偉大な武士でした。平和な時代になって職人や建築家になりまして、まあ、私は会社に俺の居場所はないって言いに来たんだよ。そうですか。みんなに変えてもらいましょうか。気にすればいいだろう。この家は政府のもんで俺のもんじゃないんだから。あなたの方は見つけたの。ニュースで私たち見たって。政治のおかげで。